ピオカやってる時にタピオカ入れ忘れてクレームめちゃくちゃ。殴るとかある？嘘やろ。学校じゃないやん。だからこれフェーズによって変わってくると思う。最初は売り上げ作ることが一番大事し、ある程度になってくるとワークライフバランスの重要性についてどう思いますか。うわ出た。人生トータルで見た時にバランスが取れてる人生な気がする。はい、どうもこんにちは、すぐきです。ちんともです。じゃあ今回もね、脱しながら質問回答していきましょうか。はい、よろしくお願いします。じゃあ行きます。何番に当ててほしい？狙いたい。11。もし33、11のあの枠を狙ったってことは分かるやろ。分かる。33です。リーダーとして直面する一番の課題は何ですか？それはね、予想不可なトラブル。うん、順調な時はいいんですよ。え、そんなところからトラブルが発生するんですか、あなたみたいなところですね。今までいっぱいあって、例えばさ、小さい産地時に火事が起きるとか。例えば従業員がね、そうそうそう、まあ、ちっちゃいやつとかやとさ、タピオカやってる時にタピオカ入れ忘れてクレームめちゃくるみたいな。他にも社員が上司殴っちゃうとか。殴るとかある？嘘やろ。学校じゃないんやで、勘弁してよもうみたいなね。どういう状況みたいなさ。従業員が何かやらかしたとしても結局自分の責任というか。そう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 。トラブルゼロにするのは難しいかもしれないけど、できるだけ回避できるように日頃からやっておく。で、何かあった時は責任は自分。うん、効果にも取引先から入金がないとか、いろんなことがありえるわけです。っていう風になると大変だよねっていう話。まあ、でも普通の人だったら人のマネジメントがとかいいっすやけど、さんくんはないからな、あんまり。マネジメントが知ってるっちゃ知ってるかもしれんけど、みんな行くやし、ね、そう、人選がすごいから。そもそもそんな人入れてないっていうのと、人の好き嫌いが激しいのでね。さこくんも激しいし、さこくん受け入れられる人もあんまりいない。うん、まあ、やっぱフェーズによって変わってくると思う。最初は売り上げ作ることが一番大変し、ある程度になってくるとお金だけあってもなみたいな感じになって、何のために生きてるんやろみたいな、生き方を見つけるのが大変になってくるし、そこ見つかったって言ったら、あー、理念共感した人増えてきた、人まで大変なみたいな、人増えてきた、あー、うまく回ってきた、あれ意外とお金残ってない、あ、利益利益利益みたいな、利益言うの大変な、あー、お金残ってきた、なんかでもなんかお金お金してきた、お金だけ残ってきた、生き方生き方生き方みたいな、あーみたいな感じでくる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 しちゃうのがずっと大変。お次、何番狙ってほしい？5。 5? うわー、9。ワークライフバランスの重要性についてどう思いますか？うわ、出た。ワークライフバランスなんて壊れていいのよ。最初はワークワークワークぐらいでよくて、最後ライフライフライフぐらい。てかこれね、みんな勘違いしすぎてる。ワークライフバランスを取ろうとすると、ずっとワークしすぎないといけなかったりとか、一生ライフが手に入らなかったりする、この人生。難しいのよ。でもこれ面白くて、最初にワークを詰め込んどくと、ずっとライフもワークも選べる人生ができる。これが一番ワークライフバランスが、人生トータルで見た時にバランスが取れてる人生な気がする。みんな日常単位でのワークライフバランスとか、週単位でのワークライフバランスとか、月単位でのワークライフバランスを取ろうとするんやけど、じゃなくて人生単位でのワークライフバランスを取らなければいけないと僕は思っていて、ってなった時に序盤でワーク 100% みたいな時期を作っちゃうのが絶対に楽なの。なぜかというと、ワークをすることっていうのは、例えば1日8時間の労働っていうのは食っていくための労働にしかならないんだけど、そこを超えた労働っていうのは余剰貯金を作るのに使えるよね。で、この余剰貯金を使って、じゃあ次動画編集学びましたって言ったら、ここは自分のスキルになるから、次の時期を上げるために使えるから資産になるのよ。だから資産を作るための余剰貯金を構築するためのお金を作るのが、食うためのお金を稼ぐのを超えた労働からしか生まれない。だから最初のうちにワークライフバランスが大事だって、1日8時間の食っていくための労働しかしないと、食う生活する食う生活するしかできないから、ずっと働きから脱却できないんだけど、最初のうちにワークワークワークみたいな状態にしておくと、食う以上のお金が手に入る。このお金でスキルを身につけたりとかして、自分の時給を上げられる。だから自分の時給が例えばさ 1.5 倍になったら、3分の2とかに労働時間減らすことができるわけ。で、そこが究極系に行くと、じゃあスキル身につきました、で、それで3分の2とかまで圧縮できました、でもまだワークします、で、このワークは何に使うんですかってなったら、中長期的に見てずっとお金を生み出し続けるメディアの構築だったりとか、自分の事業の構築に時間を使いました。そしたら気づけば生活費以上のお金がこの事業から生まれるようになりました。だから自分の働きゼロでも事業が回るようになっているような感じになりました。で、従業員にあとは任せて自由に暮らしていきますっていう風な状態が仮に作ることができれば、あとはもうライフ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 でいいわけじゃないですか。だから早めにその状況を作るのが大事だから、なるべく最初のうちワーク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 にして、人生トータルで見るワークライフバランスのライフの楽しい部分を増やそうねっていうのが僕の考え方ですと。1日単位とか短い単位でのワークライフバランスを大事にするんじゃなくて、人生トータルで見たワークライフバランスを大事にしようねというのが僕の考え方ですと。リードが1トリップ。
会社が提供する製品やサービスの独自性は何ですか？車庫勇気が提供しているということが独自性なんじゃないですかね。やっぱ僕が発信をし続けているので、この人から買いたいってあるんですよ。皆さんもありません？なんかこの人のファンやからこの人から買いたいな、僕はありますよ、うん、この人を応援したいなっていう。まあ、もっと言うと細かいところに出るんだけど、例えばまあ価格面は全然他とは圧倒的安いよねとか、なんでかというと広告費を抑えてるからってところは独自性だし、それは発信してるからだし、質問対応無制限とか、結果を出さすことにコミットしてるよね。余計なことは教えないっていうことは意識した上で伝えているかもしれないですね。まあ、あと普通に分かりやすいと思うよ。普通に分かりやすいよ、まあ、あとコンセプトも最短最速で動画編集者になろうねとかさ、欲しくなるよね、スキルを身につけて人生の質を上げようねみたいな、結構はっきりしてるよ。だから僕のこと好き嫌い結構分かれると思う。経営者として売り上げを上げたいみたいな人には刺さらんやろうし、個人として自由度上げたいっていう人に刺さるやろうし、コンセプト設計とかあの辺は割と独自性出てるのかなっていうふうに思って見てるよね。という感じで今回の動画はこんな感じで終わりにしようと思うんですが、まあ、普段ね LINE のマガジンの方では売上利益どうやってあげるのっていう話とか、僕の周りの経営者の話とかをコラム形式で配信しておりますので、ぜひそちらの方チェックしてみてください。さらにですね、今だけ限定で資本主義攻略の裏マニュアルというスライドマイス126倍超え、動画本数80分超えの動画セミナープレゼントしますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。